2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました半間岩尾先生、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩尾先生です。2017年は世界第2位でした。現在ゼロトレーダーは FX 統一となっています。で今回はですね、私ね自家用ジェット機が所有できるという身分なんですけれども、ね、本田さんなんかいいですね、ね、6億円ぐらいですか、機会があったらね買いたいと思います、ね、まあとりあえず今一番不足しているものをね、豪邸とかね、建てたいと思うんですよね。で今回、世界バイナリーオプションスペシャリスト、この半間岩尾先生の投資方法をお教えしております。テクニカル分析は、内容は複雑ですし、教えることはできませんけれども、統一した投資方法の稼ぐ方法ですね、が一目私の説明でわかります。ただね、2億円ぐらいアクセス料入れなければ教えられないです。年間ね、2億円ぐらいアクセス、広告料こちらもらえなければ、ね、お教えできません。ということでね、説明いたします。ただでね、私のテレビを何十回も同じものを見て勉強すればいいわけですから、ね、ただなんですからね、アクセス。しないで勉強なんて教わるなんてことはただではできません。で皆さんはただでしょ、ここを払ってるのは会社スポンサーですからね、皆さんはただなんだから、稼げる方法を知ってるわけですから勉強しにね、来なければダメだし、質問は全然関係ないですね。テレビに書いてますから全部見ればいいんで、めんどくさいなんて言ったって大学を卒業する以上勉強は必要なんですね、億万長者になるには。私は大学の先生の資格も持ってますからね、説明、あとはスペシャリストでね、投資の先生をやる免許みたいなものを持ってるわけですね。で、そのね、本物のね自家用ジェット機が買えるね、私の投資方法というのをね、ちょっと紹介しておりますけれども、こちらなんですね。まあ、今2台で動かしてますけどね。今度はこちらライブ待ちです、ね。ライブは自動売買止めてまして、上のスイッチを外しています。自動売買の設定を外してます。ね、通過国自動選択は入ります。だからシグナルが入ると通過庫の選択まで持って止まります。そこで私の判断で投資するかで投資します。で、今回1000円投資ですね。でやっております、ね。で、こちらと左と同じなんですけど、分析してましてね。今度1ヶ月の30日間の分析データでやってます。で、16回以上の投資数で、ね、勝率のいいやつですね。65% 以上の勝率のものを分析しています。で、大体多いところはユーロね、JPY は 65.6%、 64個も出てますね。ということで、テクニカル分析はいろいろ使っておりまして表示されてません。隠してます、表示をね。どんな分析出てると表示出ちゃうとバレちゃうんで、表示を全部隠しちゃいましたね。どんな分析方法かは分かりませんね。それでこのインジケーターが盗まれても途中でパスワード打たないと動かなくなったりしますね。でランダムにね時期を置いてダミーを送ったりすることもしてます。だから不法にねコピーしても使えないようになってますのでね、ご了承くださいね。盗もうとしてもダメです。ダミーでね、10回に1回ダミー出したりしてますね。で、このインジケーター
どういうテクニカル分析で分析してシグナル出してるかは分かりませんけれども、私が教えたいのはね、各自勝率が分かります。これ1ヶ月間ですね、約1ヶ月間の分析で勝率 65.6% で64個出てます。左上ね、このシグナルで、投資します、してます。今ねライブの試験投資ですけどね。で平均ピップスが 13.8 ピップスって出てます。1回のシグナルの平均ですね、勝ったり負けたりしますでしょ。64回の平均が 13.8 ピップスってことです。負けも入ってるわけですね、マイナスもあるんだけど、集計しますと 13.8 ピップスであるということですね。あとその横はいろんな設定値なんで、表示できるところは表示してありますけど、どんなテクニカル分析かは分かりません。秘密になってます、ね、これ以外にもテクニカル分析表示されてないのもいくつも組み込まれてます、ね、でね、一応分析出てるのは 65% 以上の16個以上ね、1ヶ月に取引されてるものを分析してます。その中で、見つかったものをこれシグナルを送るようにしてます。赤とかね、ちょっと現在時間ですね、のコードが表示されてますけど、これ停止した状態が分かるんで表示してるんですけど、赤文字はまだ見つかってないっていうことですね。ということで、半前は先生ね、こういう投資方法で、ね、自家用ジェット機を買うというわけですね。まあ、6億円じゃ買えないんですよ。管理費が12億円かかります。で、税金がかかるんで、所得で6割ぐらい取られるんです。だから24億円ぐらいないと、自家用ジェット機は個人で所有できません。24億円ね、4倍かかります。ぜひ気をつけてください。